こんにちは、深瀬こよみです。いや、クレヨンしんちゃんね、このゲームめっちゃ楽しみにしてたよ。クレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み終わらない7日間の旅、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はじめから、ここは無限に広がる大宇宙の埼玉県飛鳥で、最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発。あー、なんかアッソーって言ってたもんね。え、犬そんな野ざらしで乗れんの？しかし、なんかゲージとかさ入れないと。悲しみますね。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。それに今回は里帰りじゃなくて、ママの幼馴染のところにお邪魔するんだから。あ、そうなんだ。してたよね。しんのすけたちは夏休みの1週間、九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです。なるほどね、そういう導入なんだ。熊本、熊本。おお、こっちこっち、疲れただろう。あーね、ヒロシの声ね、まだほんの少し慣れないな。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。うっ、なんだ。うん、うっ、どうした。あっという間の長さを実感してるのね。一行が着いたのは、かわいい。でも目的地はここからさらに2時間かかります。え、めっちゃ辺境の地じゃん。ミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の町。え、ミサイって九州出身なの？あ、そこ知らなかった。にわかだか。あ、くまもん。え、誰？ちょっと、そこ行く怪しい家族連れ。え、いや、怪しさで言ったらあなたに勝てないでしょ。やりますね。え、実際にあるのかな、これ、駅に。美人の若奥様？何？私のことかしら？面白いな。皆さんで、我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか？怪しいぞ、これ怪しいぞ。カメラ？お腹食べたいぞ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。いや、最近までね、カメラマンやってたんで、いけるんじゃないですか。あ、ひまちゃん、これはタダでいただけるんですか？さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。怪しい怪しい。いえいえ、もちろんタダ。いや、タダより怖いものないでしょう。一週間使っていただき、感想をもらえれば良いのです。怪しいわね。でもタダなら。怪しいよ、もっと警戒しようよって言ってたら物語始まらないけど。怪しくない？これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた、はい、現代科学の粋でありロマンです。何言ってか分かんない。え、言い逃げ。では記念撮影を。おじゃあお言葉に甘えて、そこで写真撮られたらなんか始まる？やっぱ白をゲージとかに入れないんだ。はい、チーズ。あ、ほら始まった、なんか始まった。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。今の博士、バックトゥーザフューチャーのど
毒だっけ、やっぱちょっと似てるよね。あれ、オラどこにいたんだっけ。うん、しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。いや、昔にそういうカメラあったよね。素晴らしい発明でしょう。しんちゃんはこのなんか異変に一人だけ気づいてるのか。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。それでいろいろ写真撮ってくと、博士にスコアを見てもらえるのかな。また我が輩の発明の素晴らしさがわからん連中に声をかけてしまった。まあいい。すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだ。なに。いやー、笑い方が怪しいし。野原家どうなっちゃうの。家族で旅に出たのさ。めっちゃいい曲だね。でもこの曲流してたらどうなんだろう。もしかするとカットしてるかも。でもこうやって喋ってるってことは問題なさそうだったから、まあ流してるって感じ。うん。あ、このゲーム奥夏のスタッフが作ってるっていうのよね。そこもね、やろうと思った一つだよね、要素の。僕夏、めっちゃ好きだったんだよな。1かな ?2 はやってないのかな ?1、多分プレステかやったんだよな。近所の、なんか人に借りてやったんだよね。あれめっちゃ楽しかったんだよな。しかも大人になるとさ、大人になると、夏休みが、ないじゃない。回る僕らと銀河系、うん、夏休み欲しいよと思ってさ、まあせめてバーチャルでね、夏休みを過ごしてやろうかと思うわけですよ。圧送駅に着いた野原家の面々。ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。もしかするとね、まあ、都合でここからになってるかもしれないんですけど、何もなければカットしてないと思うんだけどね。これの前に、曲がね、流れてたんですよ。やっぱ曲ってちょっと引っかかりやすいから、削除してる可能性があるけど、どうかな?で、圧送についてね、騒ぎになっていると。遺跡発掘中、発掘中につき子供はここを通れません。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。え?いや、でも子供向けのゲームだから大丈夫。ふうねねしんちゃんの真似できないな。遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない。うん、いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。普通に人の骨かと思った。恐竜?うん、日本にも恐竜いたよね。あ、いなかったのかな。マンモスはいたけど。ここに古墳時代の遺跡があるんです。うん、その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。大発見だ。ロマンじゃない、ロマン。ああ、来た来た。おーい、野
そこでカメラなんか撮ったけど、特に変なことはないな。やっと着いた、ヨヨコ、久しぶり。こんにちは、お世話になります。え、ヒロシもここでお世話になるの？え、出張で来たんでしょ？ヒロシさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。初めましてなんだ。ほら、しんのすけ、ミサイとヒロシが古くからどっかりお世話になっていますやべ、音割れしちゃったかな、笑ったら。こちらはヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばちくばの友。ちくわちくば、はい、小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。幼馴染ってことよね。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。はい、食堂あるところでお世話になるっていうのも、まあ僕夏あるあるだよね。ララコちゃん、大きくなったわね。ララコ中学生なんだっけ。キラキラネームか。うん、みさよお姉さん、お久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿かわいい。それはモンキー。それはモンキー。今から雨かな。それは天気。あ、テンポがいいな。ララコちゃん、ツッコミの才能あるんじゃない？これがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくね、モンキー。ウキーウキーやん、ひまちゃんは可愛いよな。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、宿場の友を助けに来たんだから。助けに来た？助けに来た？なんか困ってんの？ありがとう、頼りにしてるよ、宿場の友。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ？あー、お店のお手伝いするの？手紙の写真に写ってたイケメン。イケメン？イケメン？聞き捨てならねえな。うちで働いてるのは三号くん。一号さん？三号くん？で、忘れてた、こっちで彼が薄いのはうちのお父さん。気づいてたよ、私は気づいてたよ。いい人そうだね。よろしくお願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず、自分の家と同じように過ごしていってください。あー、僕夏の導入感あるね。カップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。キャップ、この人富士山ケチャップ？ケチャップじゃなくてキャップ。でもしんちゃんにキャップの意味はなかなか通じないでしょ。新聞の記事をまとめる仕事なの。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、なぜかキャップで定着しちゃった。うん、そういえばここはなんで日の山食堂なんですか？それは簡単、うちの名字が日の山だから。ちなみにラーメン、守る、ラーメン、カレー、定食、いや食べたいな。なんか夏場ってさ、まあラーメンはオールシーズン美味しいんだけど、最近ねすごいカレーを食べたいのよ。でもカレー飯にハマってる。忘れていいから、ずっとキャップだし。キャップ、お父さんなのにキャップって呼ばれてんのかな。ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ育て方間違えましたかね。はい、あ、いや、そんなことは笑い方はガサツだな。キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。いいね、いいね、縁側で一杯いいね。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。いや、きっと田舎だからさ、今も日暮らしかな。日暮らし泣いて夜にはスズムシとか泣くんじゃない？それを聞きながら、あの風通しのいいところでビールとかいいな。おいおい、そんなことはないぞ。縁があるビール憧れるな。野原家の皆さん、どうぞよろしく。蚊とか多いのかな、虫はやだな。シロもよろしくね。シロかわゆー。ようこそ日の山食堂へ、終了。チャプター1？
絵日記のご案内。はい。さて、ここからは自由行動です。うん。まずは左上にある本のマークに注目。熊本駅でもらった不思議なカメラを覚えていますか？うん。カメラに収めた思い出を、なんと絵日記にすることができるのです。びっくりびっくりびっくり。いや、そんなびっくりしない。マイナスボタンを押してみましょう。はい。ふふーい。マイナス。押しとるよ。絵日記。あれ、くまモンかな？怖っ。文章を選ぼう。みんなで九州にやってきた熊本駅で記念撮影。みんなで九州にやってきた怪しいおじさんからもらったお利口カメラで記念撮影。変化球、うん。遺跡から恐竜の骨が出たらしい。遺跡から恐竜の骨が出たらしい。誰が食べたの？不思議だな。うん、小学生じゃない。子供らしいのはこっちよね。こっちは直球にしておこうか。めっちゃ写真撮ってんな。よよこおばあちゃん。おばあちゃん？ミサイっていくつなんだろう？意外と若いのよね。ララコちゃん。キャップさんよろしくね。いや、誰だっけ？かわいそうだよ。うん。これでいいのかな？うん、戻る。調べる。絵日記はさっきのでしょ？生き物図鑑。魚、虫、魚、虫。スクロール。なるほどね。夏の思い出。あ、エピソード。エピソード。19まであるんだ。なるほどね。7月31日か。ヒント。持ち物。おやつ。目標。目標。おー。虫とか取れってこと？お使い。なんだこれ？恐竜？ブラキオサウルスでバトルに3回終了。恐竜バトルがあるの？ DJ。 あ、おやつ。カレースナック。カレースナックいいね。あの、新宿カレーみたいな感じのスナック美味しいよね。お利口カメラ。虫網。うん。恐竜。あー。なんだっけ、虫キングみたいな恐竜あったよね。ああいうこと？あ、これ持ち物か。ヒント。スタミナ。スタミナって何？スタミナの概念があるの？嘘。絵日記。絵日記は、うん。虫網。L ボタンで持ったりしまうことができて、R ボタンで振ると、ああ、なるほど。A で釣り竿をね、投げたら、水の音に注意して食いついたら、見逃さないようにしましょう。はい。近くは手竿、遠くがリール竿。山菜。山菜集めもするの？黒髪農園。ああ、1日1回。お水をあげる。なるほど。収穫を終えた畑にはお水をあげれば、また新しい野菜が育ちます。ふんふん。お使い掲示板。新聞記者。やることが多いな。これは？カバンだね。ヒロスイのカバン。あ、野原家のカバンか。あの、なんか、あ、え？あ、ケツだけ
星人、嘘。え、すごい、やば。え、楽しい。操作方法のご案内。いよいよ外を探検。と、その前に操作方法を確認しましょう。はーい。Lスティックを使えば前後左右に移動できます。矢印だね。詳しい操作方法を見たいときは、プラスボタンを押してみましょう。プラスボタン？そして移動中は、あ、これスタミナね。赤いゲージの長さはしんちゃんのスタミナを表していて、移動を続けてゲージがなくなると、しんちゃんは疲れて動けなくなってしまいます。動けなくなったらどうすんだろう？ヒロシ迎えに来てくれんのかな？スタミナを回復したいときはおやつを食べてみてね。はーい。プラス。はいはいはい。サブ画面。あー、これね。こっちは？ここ入れないかな？開ける。どうやらドアが開かないようです。一体どこに繋がっているのかな？どこに繋がってん？開かないなんだ。あ、ゲージが減っとる。ここはヨヨとタララカの姉妹の部屋。でも、しんのすけは背が足りず、ドアノブに手が届きません。あ、そういうこともあるんだ。でも、二人で同じ部屋辛くない？一人部屋がいい。調べる。百科事典。こっちは？ジャンプ。あー、なるほど。ヨヨコさんに話しかけるか。あれ？隣の家の子供たち今日は来ないのかな？あ、お父っつぁんいる、お父っつぁん。キャップ。今日はいつもより早く家に帰ってきたけど、このまま終わりにしちゃおう。まだ晩ご飯まで時間があるから、外で遊んできてもいいわよ。フルボイスなのかな？風呂場でしょ？ジャンプ。あ、虫取り。L で、網持って、R で振るんだよね。街の中にいる虫を網で捕まえると、すぐにカメラで撮影して絵日記を作ることができるようになります。キラキラ光っている虫は、まだ捕まえたことがない証、どんどん撮影しましょう。虫を捕まえて目標を達成すると、新しい絵日記がもらえることも。新しい絵日記？サブ画面の中にある目標をぜひチェックしてみてくださいね。はい。なるほど。ヒロシー。長跳びね。お。虫おらんけん、虫。あ、ちょっと待って。お、あ、でも結構、エイムというか、あれはガバガバだな。開くか。ミンミンゼミ。しまう。あー、なるほど。あ、釣りをする。あ、釣りしたい、釣り。極意その1、竿を投げたらしばらく待つ。極意その2、水面と音に注意して、魚が食いついたら A ボタン。極意その3、新しい魚が欲しければ場所と時間を変えてみる。極意その4、とにかくレッツトライ。ははぁ。はい。あ。はい。お。食いついてるね。
うん、動物の森と同じシステムかな。X で釣り竿を変えられると。なんか釣ったよね。ナマズ。ん、魚おらんよな。あ、お、捕まえた。モンキチョウかな？アゲハチョウだ。開ける。どうやら扉が開きます。あ、開かないんだ。あ、なんかいたぞ、今。あ、くそ。オニヤンマかなんか？動物の森でもオニヤンマつ、あ、もう夕方。どうやらシロが迎えに来てくれたようです。シロ迎えに来るんだ。賢いなぁ。いただきます。ラーメン？いただきます。ラーメン食べたいなぁ。でもこれ、ネギ乗ってるよね。ネギ抜きで食べたいなぁ。あ、漬物もある。人数が多いと賑やかでいいわね。うん。お醤油こっちにとって。美しい夕日だわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すっかり夜だわ。夜もどっか行けるよね。お？あ、風呂。あれ後ろ何？ゴンドラ？夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。セーブ中、あ、オートセーブか。なんだろう。野原家が居候しているヨヨコの家では夕飯が終わる時間になると、うん、風に乗って女性の声が聞こえてきます。そうね、朗読？隣の住人、青山はたが子供たちに本を読み聞かせているのです。読み聞かせ。行ってみるか。お、あれセミか？でもキラキラしてないから捕まえたやつだな。あ、さて、今日のお話はどうでした？楽しかった？あれ、色違い。お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。兄弟なの？この子、お姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。ねねちゃんとさ、風間くんだよね。ふふい、覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。うん。ふふー、ねね、夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。2人とも仲良くしてあげてね。スーピーカラーじゃん。はい、自己紹介。こんばんは、僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。あ、風間くんじゃなくてカズマくんなんだ。かっこいいだろ。うん、かっこいいと思う。私はキネ、綺麗な音色という意味だって。キネちゃんとカズマくん、まあ一馬でカズマといえばホイッスルだね。まあ、ホイッスルみんな知ってるかな。ジャンプのサッカー漫画なんだけど。この名前素敵でしょ。うん、落ち着きのキネじゃないからよく言われるんだな、きっとな。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。ね、2Pカラーよね。その時、しんのすけは思いました。あ、シロの家がある。風間くんとねねちゃんにそっくり。ほんとね。毎晩ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから、うん、あなたも遊びにいらっしゃい。
その恐竜は、なるほどね、女の子でした。名前はエル。体の長さが知ってるかい、ここは古代九州を治めていた一族が作った町なんだ。だからとってもすごいんだ。どういう意味？この町にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、キャップさんって知ってる？大きすぎると怖がられ、美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていた。スズムシか。なんてかわいそうなエルでしょう。アゲハチョウ。うん。ある日、まだ名前のついていない哺乳類の祖先が川に落ちて、ダニもいるの？ダニのこの隣、何？その長い首を伸ばして彼を川から助けると、周りに仲間の恐竜たちが集まってきて、冬中仮装、口々に彼女の長い首を褒めました。ひなかまきり。誰になって3つくらいいいところはあるので。スズムシ、ミミンゼミ。なるほどね。それ以来彼女はその長い首が目立つようにちょっぴり工夫して、大きな花びらや気の利いたしだる。外行きたいんだけど、ミサエ。おら、外行きてえだ。いや。え？外出れないの？キャップは一杯やってる様子だった。あ、開ける？何？トイレ？何？あ、トイレね。手洗ったか？ね、大人の時間だね。おじさんは昼間新聞社にいるから遊びにおいで。はい。今日は疲れただろう。毎日が夏休み。楽しみだな。いいな、夏休み。そうなのよ。でも俺は仕事だけどね。こっちは？行ける。階段。あ、ここまでは、いいの行って。ミサイに怒られないかな。イエーイ！カマキリ？おーい！そろそろ帰る時間だよ。山田、もっと、誰？山田もっとって誰？はい。うん。水菜を手に入れた。生でも食べられるし、いろんな料理に使えるよ。変化球？あ、まあ、情報量多い方がいいんじゃないかな。うん。開かない不思議な扉。ああ、どうやったら開くのかな？覚えておくぞ。ああ、謎解き要素なのかな？夜の縁側で本を読み、子供たちが聞いていた。ああ、そう。風のように静かな声が聞こえてきたよ。夜の縁側。素敵じゃない。うんうんうん。そんな重要な要素なの？これで一日。はい、おやすみなさい。あ、涼しそう。すごい、風通し良さそうだよね。でも九州だから暑いのかな。ノスタルジックやわ、いい夏が過ごせそうだ。